見て見て、これ TikTok 面白いんだよね。面白いな、俺もやってみようかな。今日は僕の一日ルーティンを紹介するよ。まずはご飯を食べます。おいしい。次は学校。おはようございます。はい、空気を通した生物同士の関わりで、人は呼吸で体に酸素を取り入れ二酸化炭素を出してる。正解だよ。家に帰るよ。家に帰ってきたらマッハで宿題を済ませます。僕天才ですから。動画がバズってるぞ。ヤネちゃん、TikTok 見たわよ。キック。トラブルとかも怖いし、もうやめなさい。ヤネスケくんですか？ラジバンプロダクションのハワイです。よろしくお願いします。よければ事務所に入っていただけないでしょうか。案件もたくさんあります。お母さん頼む、入れさせてくれ。本当に大丈夫なんですか？我々が面倒を見ますので。それに今なら500万円の CM 案件も来てまして。やめちゃん TikTok 頑張りなさい。おお。今日は CM 撮影だよ。はい、どうぞ。うわーすごいな。やめつけさん入ります。よろしく。超人気 TikToker の周一郎さんじゃないですか。よっしゃ、一緒に CM 撮影頑張ろうね。はい。お腹が空いたな。そんな時はこれ、安価な食パン。ありがとう。美味しくてカチュー。コラーゲンとビタミンとカルシウムと生産菌と乳酸菌と硫黄がたっぷり入った安価な食パンだよ。やれしくサコ。だって僕天才ですから。キョキョ。余計なものしか入れない安価な食パン。キョキョ。じゃあ私お風呂入ってくるね。はい。おい、みんなで女子風呂覗きに行こうぜ。いいね。お前らこの先に何の用が？ちょっと忘れ物をしちゃって。そっか、それなら先生が探しておこう。正面突破は不可能だ。そこでこれを見てくれ。2階の女子トイレの床は女子風呂とつながってる。つまりここを爆破するのが最短ルートってわけだ。ヤネスケ、俺は今日お前と友達で本当に良かったと思ったよ。まだ目的は達成されてない。気を抜くな。ヤネスケ、前から3番目の個室はここだ。うわあ、お前ら女子トイレで何してんだ。先生のホース何してるんですか。お前ら新鮮な女子トイレで何を受けられて。いや、してるのは先生の方だ。いたの時間だ。夜更かしはしないで早く寝るんだぞ。はーい。さーて始めますか。あ、 Wi-Fi がないや。ペン型 Wi-Fi あるよ。ヤネスケ、俺は今日お前と友達でーす。さっきも聞いたよ、やろうぜ。あいつら何か様子がおかしかったな。もしかしておっしゃ、いいのするや。おい、いいぞ。おい、お前らちゃんと寝てるのか。寝てます。お、偉いな。おい、ヤネスケ、なんで先生が来たの分かったの。廊下に仕込んだセンサーに反応したんだ。
ヤネスケ、ゲームやるぞ。うわ、太鼓の達人じゃん。やりてえな。あーでも金持ってねえしな。あー、まあ、確かに。うん、じゃあ俺が払うよ。僕を叩いて、カモン。よっしゃー、あんた、行ってきよう。ういー、そうだこれ、これめっちゃ欲しいんだけど。俺結構うまいから取ってあげようか。マジで。あーでも金ないからな。あ、うん、じゃあ俺お金出すよ。ギリ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 、いい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 、惜しかったなあ。いやー、ゲーセンめっちゃ楽しかったな。ね、マジそれだわ。なんかどこか行ってたな。確かにな。コーラ飲みたくない？ああ、確かにコーラ飲みたい。ああ、まあでも金ねえからな。あ、じゃあ俺買ってくるから、うん、2人待ってて。つかさ、こんな細々と払ってもらってもしょうがないからさ、うん、俺学費分請求するわ。マジで？さすがにヤバくね？ ATM に情けはねえんだよ。マジか。お待たせ。遅えよ。遅えな。あー、うめえ。マジうめえわ。あー、冷えてんね。じゃあ俺そろそろ帰るわ。じゃあ、じゃあね、バイバイ。ちょっと話なんだけどさ、お座ってくんね。ヤネスケさ、ちょっと一つ頼みなんだけどさ。え、何？実は俺さ、学費払う貯金なくなっちゃってさ、ちょっと貸してほしいんだよね。いや、それはちょっと。なあ、俺ら友達だろ。大学で俺いなくなったらお前どうすんの。たかがうん十万円で友達失いたくないだろ。分かったよ。ありがとう。お前は一生友達だよ。これで学費振り込むか。マジあいつちょろいんだけど。警察だ。お前は警察だ。通貨偽造の罪でお前を逮捕する。え、なんで？いいから来い。まだ来たくない。豚箱に行かないぞ俺は。来い。くそ、おとなしくしろ。豚箱には行きたくない。来い。やめろ。来い。くれろ。